一応ゴロゴロしとるけどね、どうやろう。人事ってお寺さんがあるんだけどね、天寺さん。そこにね、古墳があるということで聞いてきたんだけどね。これは古墳か、これ。ちょっとわかりませんね。これが古墳でございますか。何も書いてないね。さっぱりわからんね。わかりませんね、これじゃ。こっちか。ちょっとこっちへ行ってみようか。まだ奥まで。今日はね、雲一つないんですよ、珍しくね。本殿何回目かな。それでもまだ5、6回ですね。今日は雲ないと思って撮ってるとね、ポツポツとあるんですよ、あれ不思議とね。これまさしくもう古墳そっくりやね、これ。はい、失礼します。よいしょ。あ、これこれ人事って読むそうですけどね、天寺とかいて。失礼します。これは古墳かね。これ本殿でございますか。こちらも私ね、神殿ができてますよね。こうちゃんとね、祠もありますか、そこに奥に。ああ、まだカラスが上空待ってるね。お、牛さんがこの下だ、これ牛さん。ああ、まだカラスが上で。はい、失礼します。ほら、どこまで入るようになってんね。よいしょ。よし、よいしょ。まさしくなんかね、この奥の方がここ見たらしゃあないんだけどね。このことをおっしゃったのかね。はい、後でちょっと横回ってみよう。うわー、すごいすごい。ここの映画すごいですわ。何の炎なんだろうね、これ。平成、平成、平成。あら、あら。ものすごいカラス上で騒いどんだけど、巣でもあんのかね。これは絶対上に巣があんね、これ。こんな可愛いのにちょうど。ねえ、カラス騒いでますね、ものすごい。上空はね、ざーっと回ってますね。3は4は5は。5、6はおるね。クワガラ、クワガラ。襲われるわ。おるはずやけどね、どこ行った。あ、ここら。あれ、なんか持ってるじゃないですか。なんか加えてます、赤いの。あれ追っかけてるね。古墳わからなんだわ。これ下降りてみようか。おお、急に降りてるね。このこと言うてんのかな、お姉さん。古墳があるんやけど、横に。お、
車こんなとこ入ってくるのか、これ来られんやろ、なんもだよ、そうやろね、来れんやろ、あの狭さは。この中、原生林でございます。本当に何百年か経ってます。うわ、怖っ。倒れかかってるかね。上空はカラスが旋回してます、未だに。いや、古墳が見当たらん。何の音やね。ここにベンチがいっぱいあるんだけど、何だろう、このベンチ。これいけんのかな。なんか道があるそうではあるけどね。こんもり、まさしく古墳だけどね、これ。道はないか。これ行けるのか、この道。これは畑行くか。これあかんな。こっち行くか。あ、出れないか、これ。一応ね、道がそこあるから行けるか、これ。ずっとね。ここ行ってみましょう、これは。これ道かね、これ。滝がいっぱいでございます。これは古墳って言われたんだね。わかりますよね、これ。古墳言うたら、この辺みんな古墳に見えるしね、はい、残念でございました。あそこの車止めたんだけどね、どうやって行くんやろ。原生林の雰囲気でございます、ここ。この一帯。この上もこれ。いや、これ、わからん。どこだ、どこのこと言われたんだろうね。すぐ横にあるようになったんだよね、古墳が。尼寺の横、人参って言われたかな、人参の横。一瞬もあったけどね、何にも見当たりませんもん。何にも見当たらないでございます。そこやからね、寺の、ね、入り口は。こうかね。ここはそんな感じしないね。ただの、大事でございます。そやけどこれ、これ上をずっと土を盛り土をしたということなら可能性ないことないか。ちょっと違うかな。なんとなく違うね。